毛が伸びてきて、だんだん毛先がこうバラバラになってきてまとまりにくいことはないですか？今日はその対処法をやっていきたいと思います。まず鏡をまっすぐに見た状態で櫛でとかしていきます。この時に顎を上げすぎたり下げすぎたりしてしまうと、切った時に長さがバラバラになってしまうので気をつけてください。顎を下げすぎると前の方が長くなるので前の部分が短くなってしまいます。顎を上げすぎると後ろの方が長くなってしまうので切った時に後ろの方が短くなってしまいます。では実際に切っていきたいと思います。床と平行になるように指を添えて自分の方に少し持ち上げて切っていきます。短い部分からこっちの短い部分まで切り揃えていきます。下ろすとこんな感じでまっすぐに整います。このままだと耳にかけた時に少し角ができてしまうので、ここを切り取っていきたいと思います。ここの角を切り落としていきます。このまま手で持ってまた自分の方に少し持ち上げていきます。ここの飛び出た部分を斜めに切っていきます。下ろしてとかしてみると角がなくなってよりまとまって見えます。左右で比べてみるとこんなに違いができます。はい、はい、ということでね、今日のみさきのヘアはカット、はい、今日ねカットです。お送りさせてもらいました、はい、整えカットですね、うん、結構これをやるかやらないかで全然まとまりが違いますし、違うね、うんうん、まあ、伸ばしてるとこうだんだんこう毛先がバラバラになって広がってくる。そう、まとまらないっていう人がね、結構こうバラバラになってくるんで、そこをこう美咲さんをバチキッと切って、はい、今日はやってみましたんでね。やってみました。なので、はい、まあ梅雨時期だったりとか、ね、まあ髪の毛が伸びてきてこうごわついて乾燥してきたりとかした時にこのカットって使える方法になるかと思いますので、はい、皆さん、はい、よかったらこのカット方法を覚えてください。やってみてください。はい、この動画が良かったらグッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ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 